と19番、そして今パックを持っているキム・ギソンが18ゴール23アシスト、日曜日も2得点、左から打ってきた正面。ですからバックスの選手もずっとパックウォッチ、パックばっかり見ていると、はい、当然あの、あーっとワンタイマーでアニャン先生、ね、フェースオフからでした。ここのフェースオフはずっとここ数試合やっぱりフェースオフ、いわゆるフェースオフワンタイマーの形、まあね、だからやっぱり今日、まあ、今のは仕方ないですけどもセンター頑張ってほしいですね、特にDゾーンでのフェースオフは。三尾です。あの今市でフィールドホッケーもやってたんですよ ね、 そうですね、彼はね、はい、キム・ギソン、キム・ギソン横田勧誘速、ここですね、もう一回勧誘速、こういうところがね、まあ、古橋選手のスピードがどれだけ使えるかですよね。そうですね、ここ空いたシュートだ。古橋がたまたまノーマークスロットになっていたんですが、ただここアニャン取って、おーチャンスになるか、これは決めてほしい。清水、あー来ないか。アニャンは今4つ目のフォワードです。少し苦しいな、ただここからドックが入った。イドンクからユーボムソク、この辺りが絡んでいたでしょうか。右の斜めから放ったシュート、ユーボムソクが触っているというふうに見えたんですが、そこに出口絡みますが、ここで出るゴール前シュート打っていた、よかった。キムサンウクいきませんが、メンバー変わります。ピリオド残り15秒ですが、シュートまでいけない古橋、ダルトンの足に当たっていたか。やはりね、ハルラのディフェンスもフィジカル強いんで、はい、なかなか一人じゃパックキープできないですから、はい、ダルトン正面、パックを奪えればです。宮田運ぶ、宮田もゴール前、チャンスだ、大向くバックハンド押し込めない、斉藤もいる、斉藤ゴール前、スクリーン打っていく、ワンタイマー、ダルトン守る。このキルプレーはさっきも言ったんですけどね、あ、チャンス、古橋対ダルトン、あ、来ない。バックスの選手体を入れていました。ゴール前に今アンジンフィがいます。逆サイド来た、アニャン3点目、はい、来て今ゴール前にアンジンフィがいて、あ、今ちょっと映像では出てないですけど、もともとこの36番の選手はここからです、ここからうまく入ってくるんですよね。はー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 、欲しいですよね、はい、はい、ただ立ち上がりはアニャンが一つ目のセットでチャンスを作って、さあここはいけるか、ソロカウンターの形になりますが、清水ここからのスピードあります。チョン・ジョンウ、チャンスですよ、清水チャンス、そしてゴライ中、斉藤います、ゴライ、あ、正面、福田光雄、そして伊藤、福田チャンス、そして斉藤バックドア、ゴライタクト、1点返しました。アイスバックス福田、斉藤、そしてゴライとチャンスを作りました。45度いわゆるもうピンチしてですね、はい、頑張ってしっかりパックキープしてくれたと、はい、ですからここはもうディフェンス本来であればリスク背負わないんであれば下がるんです。すごくゲームの展開が動くチャンスですから、バックスにとってはチャンスですよ、おー、ゴール前イドンク待っていた、リバウンド叩けない、鈴木健人と宮田、まだ30秒ありますがブルーライン割っていない、まだいける、チャンスだ、大向くバックドア、チャンスだ、2対1、今2対1、清水サタにバックドアにいます、清水、うわ、逆側には誰もいません、おー、ただカットした、チャンスだ、打ってきた、ゴライ2ゴール目はならず、取ったチャンスだ、鈴木健人、うわー、惜しい、斉藤うわダルトンキープ、ダルトンなんとか1本、
鈴木健人に合わない。試合終了、3対1。